はい、じゃあこれからセブの老舗ジャパニーズレストランダイニングナオキズ行ってきます。マリさんのおすすめね、うん、じゃあ乾杯。シメサバと唐揚げ、はい、唐揚げ。いや楽しさは多分今こっちはあるよ。ナオさん、はい、美味しいです。あ、ありがとうございます。とりあえずあの一番いいのはタバコが吸える店と、はい、唯一タバコ吸ってのんびりできるっていうことがあの一応売りなんで最高か。はい、シメサバいただきます。レバサリー醤油、やっぱフィリピンなんでカラマンシーもちょっと入れて、いただきます。じゃあそんなのいっぱいいますよ。あれうまっ。待てダメかよ。ダメかよ。1年ぶりのイカ。サンダルは支援じゃないけど、一緒にジャガー売ってるご本人さん飲んだんですよ。この間、今年の頭から、うん、食感、うん、乾杯。乾杯。乾杯。今日あのセブの夜一発目で、マルさんのおすすめのお店で、あのナオキさん、このお店本当にあのセブ、まあ、フィリピンセブに流れして日本にいるような感覚で、本当にねあの楽しく、まあ、飲めて美味しいご飯も本当に。でもしあの、まあ、この動画見てあの気になった方はぜひナオキさんのお店、あ、はい、立ち寄ってみてください。お願いします。よろしく。ありがとう。ラーメン秀吉で、ここあの直樹さんのお店の隣で、ここもおすすめらしいから、でちょっと行ってみよう。あれが似てるね。で秀吉ラーメンで、ここのラーメンも丸さんのおすすめ、美味しいらしいんで楽しみです。はい、本日のおすすめ博多豚骨ラーメン、日本のクオリティと同じぐらいに美味しいラーメンですね。はい、醤油豚骨ラーメン、はい、あれか久々でしょ、ラーメン食べるの。リンキには変えられない。使いすぎだよ。ゆで押しラーメンうまっ。麺もね、コシがある。お米やってる。日本と遜色ない。じゃあ、あのセブ来た時はね、ぜひね秀吉ラーメンご堪能あれ。完食、おさまし。はい、じゃあこれから3軒目、小町。小町Let's go. 乾杯。五軒目ウィング行きます。久々のソース。マシゴチュッチャ。おお。
乾杯、乾杯。これから子供に告白します。久々のサムギョプサル、おいしい。おはようございます。おはようございます。今日の朝ごはん、1年ぶりの納豆です。久々に、ね、持ってきてくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。このね、ネバネバ感、納豆菌なんでね、めちゃめちゃ体にいいやつやん。これもからしかけて醤油たらしいの混ぜ混ぜします。うまそう。でこのご飯、熱々のご飯に納豆をかけていただきます、はい。一年ぶりの納豆、うん、うまっ。ほんとね、毎回そうだけどさ、日本食食べるたびにさ、忘れてた日本の味を思い出したの、うん。納豆なんてほんと食ってないかな、マジで。これはほんとうまっ。うまいに尽きる、うん。はい、今日はセブ市内観光とモール巡り、パークモール、八幡の方向、ちょっと靴買いたいな。時計もいっぱいある。はーい、いろいろ売ってますよ。はい、それー、山の中駆けずり回って靴に穴開いたんで新しい靴買いました。$550。ここがね、マルさんの知り合いの、ビーチーナがやってるお店で、今夜はマル
さんの知り合いのレベッカがこのマーロー RJ のね、エイトスターレストバーのお店をやってて、で今夜はここでお食事します。はい、で看板娘あの場からもマージェリーで、あのタイムスクエアのもうすぐ近くに、うん、このマロワーケットもあるんで、近くに来た方はぜひ足を運んでみてください。はい、じゃあ乾杯。今日はモール巡り5時間ぐらい歩いてお付き合いいただきありがとうございます。おいしそう。バケットってバケットなんだ。それはチキンクラン、あとこれチキンフィーズ、アディダスでしょ、チキンのアディダスのアディダス、あこれインティスティン、これあとリバーフォーク、フォーク、チキンレッグ、チキンレッグ、チキンレッグ、おいしそう。はい、どうぞ。いただきます。やっとスパイシー、うん、ダメかよ。ダメ。ありがとう。アディダス。はい。でこのスパイシーチリ、醤油つけて、うまさが増すねこのスパイシーチリ。乾杯。あれ。あれ奇遇ですね。奇遇ですね。どうしたんですかこの動画で。いや。セブンで昆虫探してて。マジっすか。で、そうで有名ユーチューバーに会えるかなと思ったらまさかダッサラの。乾杯。ようこそセブン。虫ないっすか。虫？虫が。虫がうまい。虫がいない。いやいないここには。でここがセブで有名なリップルバー。リップル。高い。もう高騰みたい。あれじゃあクラブキング。ここも有名らしい。すみませんママ。じゃあラストタガイで、はい、ラストタガイ。マルさん、今回本当にいろいろありがとうございました。マルさんのおかげで本当にさ、セブを堪能できたよね。うん、まあ、だから俺ら二人だけだったらこんなにセブを満喫できなかったもんね。まあ、いろんなところ、まあ、そういうほら観光地だけじゃなくて、そういう飲み屋とか、うん、マルさんの行きつけのお店だったりとかね、うん、まあ、俺らだけだったらね絶対行けなかったわけだし、うん、本当にありがとうございました。あります。でこの後僕らは、山行って昆虫採集して、でその後ミンダナオ行ってきます。はい。